はい、皆さんこんにちは、ケスケです。今回は、北海道キャッチャースクールの、ね、練習の模様というか、それを自分でやってみたということで、北海道キャッチャースクールではですね、キャッチャーのスキル、心構えなどをね、重点的に、皆さんにこうお伝えしながらやっていってるんですけども、キャッチングであったり、ワンマン処理だったり、またね、野手的な動きも当然必要ですので、そういったところをですね、重点的にまた楽しくスキルアップをするためのスクールというところです。もちろんね、北海道だけじゃなく、各地のキャッチャーを志す皆さんだったり、またね、キャッチャーだけじゃなく、またバッティングだったり、そういったところもね、個々の選手のスキルアップにこうお役立てできるように我々やってますんで、ぜひね、そういったところも見ていただきながら、ご連絡、お問い合わせいただきたいなというふうに思います。キャッチャーがなかなかこう教わる場が少ないというところで、我々も、きっかけとしてね、何かキャッチャーを楽しんでもらえるように、このスクール始めました。まだまだね、キャッチャーへの興味をね、たくさん持ってもらえると思うので、どうしてもね、大変なポジションでは あると思うんですけど、配球がどうだとか、ワンマン処理がどうだとか、それぞれのね、内野手が野手一緒だと思うんですけど、楽しむところ、楽しみなところっていうのはたくさんあると思うんで、そういったことも伝えていきたいなと思いますし、キャッチャーがね、試合を支配すると言っても過言ではないので、一人だけね、ホームベースから選手たちを見れる立場なので、そこの楽しみ、楽しさで、また自分が出したサインに対してこうピッチャーがね、首を振られることも勉強の一つだと思うんですけど、そこをまあ信頼関係で、自分を支配していくということが大事だというふうに思ってます。試合ってなるとね、なかなかこう、守りの面、打ちたいっていうキャッチャーももちろんいると思うんですけど、僕はどっちかというとこう守りを重点的にしていけば、こう打撃にもつながっていくんじゃないかなというふうに思うので、キャッチャーの良さをね、これから伝えていきたいなというふうに思ってますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。ちょっとね、コロナ禍の中でちょっとなかなか思うような練習ができなかったり、限られた時間の中でやるというふうになってしまうんですけども、野球を好きでいることが一番の野球が上達する近道だと思っているので、オリンピックシーズン、野球だけじゃなくね、その試合に対する心構え等もね、オリンピックから感じ取ってもらえると、何かのきっかけになるんではないかなというふうに思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。ぜひね、お子さんだけじゃなく、お父さんお母さん、ご連絡いただければ何かこうサポートできるんじゃないかなというふうに思いますので、まずはお問い合わせをいただきたいなというふうに思います。それでは以上、ケイスケでした。努力に勝る天才なし。